はい。皆様、こんにちは。安弘です。この動画は NHK 出版から出ている大河ドラマ、光る君へのガイドブックに載っているあらすじを参考に、第14回、星落ちてなおの内容をネタバレ解説する動画となっています。ネタバレが嫌な方は、放送終了後に復習動画としてご覧ください。はい。それでは早速内容に入っていきますが、えガイドブックによると、第14回の放送は、主に以下4つの話が描かれます。 はい。ということで、早速、丸一番の藤原の道隆政権の始まりから見ていきましょう。まず、前回までの内容、特に政治面の動きを簡単に復習します。990年、一条天皇がまだ数え年11歳という幼さで元服しました。そして、元服した一条天皇に、藤原の金家の長男、道隆の長女である貞子が受代しました。 ちなみにドラマの中で、貞子と一条天皇は、まるで兄弟かのように仲良く遊んでいましたが、実際の歴史でもこの二人はすごく仲が良くて、一条天皇は貞子のことを長愛していた、というふうに伝わっていますね。はい。こうして娘が一条天皇に受代したことで、えー、藤原の道隆は内大臣かつ、一条天皇の外王子かつ、えー、さらに一条天皇の衆徒という立場になりました。はい。こうして金家の長男道隆は、 金家の後を継ぐのにふさわしい立場を手に入れました。はい。そしてここから第14回の放送の内容に入りますが、一条天皇が元服したということで、藤原の金家は幼い天皇の代わりに政務を取り行う摂政という感触から、成人の天皇の補佐をする関白という感触に変わりました。はい。しかし関白になった時に、すでに金家には指揮が迫っていましたので、金家は息子たちを集めて、 望み通り関白になったが、明日それを辞し、髪を下ろす。わしの後は道高、お前が告げ。というふうに言いました。こうして、990年、藤原の金家は出家し、その後を道高が継ぎ、道高が関白になりました。はい。しかし、この辺の話、結構細かい話なので、ドラマで触れられるかわかりませんが、道高は関白になった少し後に、今度は摂生になっています。これはなぜかというと、 前回の動画で説明しているんですけど、一条天皇は、貞子と結婚するために、従来の天皇よりかなり早いタイミングで元服させられているんですね。はい。ということで、一条天皇は元服したと言っても、まだ当時11歳の子供でしたので、やっぱり自分で政務を取り行うことは不可能だっていうふうに判断されて、道高は関白ではなくて、殺政になったわけですね。 はい。ということで、一条天皇の元服を急いだせいで、まあこういう異例の事態になってしまっているわけですけど、まあとにかく道高が金家の後を継いで、一条天皇の代わりに政務を取り行う摂政となりました。はい。こうしてこの瞬間から藤原の道高政権がスタートしたということになります。はい。こうして摂政になった道高は、まあかなり身内びいをする人だったようで、着難のこれちかのことを急激に出世させます。 こうして、着難コレチカは990年に、天皇の秘書官のトップであるクロードの党というポストにつきました。しかも、そこからたったの4ヶ月後くらいの991年の正月には、コレチカは参議になっています。参議という立場から、苦行の会議に参加できるようになりますので、つまりコレチカは当時18歳という若さで、苦行の会議に参加できる立場になったということになります。 はい。そして、道隆がそれだけ急激に嫡男のコレチカを出世させているということは、えすなわち道隆は自分の後を弟たちに継がせるつもりはなく、俺の後継者はコレチカだぞというふうに考えていた証拠でもありました。はい。で、さらに道隆は自分の政権の足場固めをするためにえ、一条天皇と結婚している娘の貞子を一条天皇の中宮、つまり嫡妻にしたいと考えました。 しかし、この時、貞子を一条天皇の中宮にするのは難しいという状況にありました。で、今からその理由を説明していくんですけど、この辺の話は今後、大河ドラマ光る君へを楽しむ上で、非常に重要な知識になっていきますので、まずはしっかりと用語の確認からしていきます。まず、天皇の着彩を指す立場のことを皇后と言い、中宮というのは皇后の別称です。 つまり、皇后イコール中宮で、どちらも天皇の着彩を指す立場ということになります。はい。そして、皇后よりワンランク下の天皇の妻たちのことを、尿護と言います。まだ皇后が決まっていないときにはえ、この複数名いる尿護の中から一人皇后を選ぶことになりますね。はい。そして、えさらに尿護よりもワンランク下の天皇の妻のことを、皇位と言います。 ただ一応言うと、もうこの一条天皇の時代というか、まあ、その前の火山天皇の時代とかもそうなんですけど、えー、そのくらいになると行為は、まあ、一応制度上はあるんだけど、えー、実際はいないという感じになってますね。えー、なぜかというと、えー、この頃にはすでに藤原法家の一教体制が完成しているので、もう藤原法家以外の人は、えー、娘を天皇に受代させるってことを、藤原法家のことを恐れて亡くなってしまっていたんですね。 はい。ということで、もうこの頃は行為は、まあ、制度上はあるんだけど、実際はいないという感じになっています。はい。ということで、えこれが皇后、女皇后、皇位の説明でしたがえ、この辺の話、非常に重要なので、皇后についてさらに深掘りします。あの、天皇を辞めた人は、上皇というふうに立場が変わりますよね。でそれと全く同じような感じで、 先代の皇后は皇太后、そして先々代の皇后は太后太后というふうに立場が変わります。そして今から話すことが一番重要なんですけど、皇后や皇太后や太后太后の定員はそれぞれ各1名です。はい。つまり皇室に、例えば皇后が2人いるみたいな状況は許されていなかったということになります。 はい。そして、そのことが原因で、道高の娘、貞子は、一条天皇の中宮になるのが難しいという状況にありました。というのも、この頃、皇后、皇太后、太皇太后の枠がすべて埋まっていたんですね。はい。その辺の話を、このケ図を使って見ていきます。まず、まあ、広がられる前の話なので、大河ドラマには登場していませんが、円雄天皇の前の天皇は、円雄天皇の兄の霊勢天皇という人でした。 そしてこの頃、霊勢天皇の妻の政子内親王が対抗対后という立場になっています。はい。そしてその次の円融天皇には、えー、当時右大臣だった金家の娘、秋子と、えー、当時関白だった頼忠の娘、信子が受代していましたね。はい。そしてこの辺の話忘れちゃったって人は過去の動画をご覧いただきたいんですけど、円融天皇は金家と秋子のことを嫌っていたので、えー、信子の方を中宮、かっこ皇后にしています。 はい。なんだけど、まあ、結局、円融天皇の後、火山天皇を挟んで、え、秋子と円融天皇との間に生まれた一条天皇が即位しましたよね。はい。そして一条天皇にとって秋子は生みの母に当たりますので、え、一条天皇が即位したとき、秋子には皇太后の立場が与えられています。はい。つまり、この形状をご覧いただければわかるように、え、この頃、太皇太后、皇太后、そして中宮、各個皇后の枠がすべて埋まっていた。 ということになります。はい。なので、道高は自分の娘、貞子を一条天皇の中宮にしたいんだけどえ、その枠がすでに埋まっちゃってるから困っているという状況だったわけですね。はい。そこで困った道高は、とはある裏技を使います。まず復習として、中宮というのは皇后の別称なのでえ、本来皇后イコール中宮で同じものです。そしてこの頃、皇后イコール中宮の枠は、 英雄上皇の妻である信子で埋まっちゃっているという状況でした。はい。そこで困った道高は裏技を使います。なんと、本来皇后イコール中宮で同じもののはずなんですけどえ、これを別物と考えたんですね。はい。つまり道高は天皇の着彩枠を皇后と中宮の2つに増やしたということになります。で、その上で道高は娘貞子を一条天皇の中宮としてねじ込んだわけですね。 えちなみに、貞子の方が中宮になったことで、遠友上皇の妻である信子は皇后になっています。はい。ということで、え道高はこのような裏技を使って、え貞子を一条天皇の中宮としたわけですが、えー、道高がこのような前例を作った、つまり天皇の着彩枠を皇后と中宮の二つに増やしてしまったということはえ、今後の歴史に大きな影響を与えます。 はい。と言っても、まあ、その辺の話が大河ドラマで描かれるのは、まあ、結構先の話になると思うんですけど、え、道高がこういう前例を作った、天皇の着彩枠を皇后と中宮の二つに増やした、ということは今後の歴史に大きな影響を与えますので、え、ぜひ覚えておいてください。はい。以上で、藤原の道高政権の始まりは終わりです。続いて、藤原の亀家の最後と源の明子を見ていきましょう。 おそらく第14回のタイトルになっている星落ちてなおの星は藤原の金家のことを指しているんでしょうね。はい。ということでその辺の話を見ていきます。まず前回までの放送で描かれていたように、道長の着彩ではない妻となった源の秋子は藤原氏に激しい恨みを持っています。えちなみに秋子が藤原氏のことを憎んでいる理由は、えアンナの編と呼ばれる政編にあるんですけど、 アンナの変については先週一本詳しく解説する動画を投稿しているので、まあ、詳しい解説はそちらの動画に譲ります。えちなみにこの動画の中で、え別に実際は源秋子は金家のことを憎んでいなかった可能性もありますよ、みたいな、えそういう話もしているので、まあ、興味がある方はこちらの動画をご覧ください。はい。なんだけど、まあ、少なくとも今回の大河ドラマでは、 え、アンナの編は通説通り藤原氏の策略によって起こった政編で、そして、源の明子は金家のことを憎んでいるという設定が取られています。はい。ということで、前回の放送で描かれていたように、源の明子は金家の持っている扇を手に入れて、その扇を媒体に金家のことを受訴し始めました。はい。そして、どうやら第14回の放送で、源の明子が、 金家のことを激しく受訴するシーンが描かれるようで、その秋子の受訴が効いたのでしょうか。その秋子が金家のことを激しく受訴した翌朝に、東三条のどの庭で金家の遺体が見つかりました。はい、こうして摂政にまで登り詰めた男である藤原の金家は、990年、去年62で亡くなりました。えー、ただ、一応言っておくと、先ほどもちらっと言いましたが、 まあ、そもそもアキコが本当に金家のことを憎んでいたかどうかすらわかっていないので、まあ、この辺の話、アキコの呪祖によって金家が亡くなったっていうのはあくまでドラマの脚本で、まあ、実際は金家は普通に病気で亡くなったと考えられています。はい。ということで、まあ、金家がね、ドラマで描かれているように本当にこんな感じで亡くなったのかはわかりませんが、まあ、いずれにせよ金家は息子道高に関白を譲った約2ヶ月後に亡くなっています。 はい。こうして藤原の金家はドラマから退場してしまうわけですが、まあ、個人的には団体安則さんが演じる金家はかなり大好きな登場人物の一人だったので、まあ、今後ね、金家の姿が見れないのかと思うと寂しいんですけど、まあ、実際に990年に亡くなっているので仕方がないですよね。はい。こうして金家は亡くなりました。 でところでちょっと話が変わるんですけどえ、前回の放送で描かれていたように、この頃、アキコは市長の子を妊娠中という設定になっています。はい。しかし、人を呪わば穴二つということわざもあるように、えどうやらアキコは受詛の最中に激しい腹痛に襲われてしまうようです。はい。こうしてアキコは、まあ、金家への復讐を果たすことには成功したわけですが、えそれと引き換えに、 お腹の中の子供を流産してしまいました。はい。そして、流産してしまったアキコに対して、夫の道長は、生まれ入れぬ宿命の子もおる。お前のせいではない。と言って、優しく励ましました。それでアキコは道長の優しさに涙ぐみました。はい。ということで、まあ、実際にそうだったのかはわかりませんが、まあ、今回のドラマでは、源のアキコは、 藤原氏への復讐を果たすために道長と結婚したという設定になっていましたよね。はい。なんだけど、まあこういうふうに道長の優しさに触れたということもありますし、あとガイドブックには書かれていなかったんですけど、まあその金家への復讐を果たしたってことで、まあ付き物が落ちたみたいなところもあったんじゃないかなと思います。はい。こうして道長の優しさに触れた源の秋子の中に、え道長への愛情が芽生え始めました。はい。ちなみに、 あの、少なくとも僕が持っている資料では、この頃、アキコが妊娠していて、そして流産したって話は確認できなかったので、おそらくアキコの流産の話はドラマの脚本なんだと思いますが、まあ、とにかくドラマではこういう流れがあって、えー、源のアキコの中に道長への愛情が芽生え始めました。はい、以上で藤原の金家の最後と源のアキコは終わりです。 続いて、絶望の藤原の道兼を見ていきましょう。まず、ちょっと時を戻すと、えー、関白になった金家は、息子たちを集めて、えー、望み通り関白になったが、明日それを辞し、神を下ろす、わしの後は道鷹、お前が告げ、と言いました。はい。で、その結果、道隆政権が始まったというのは、すでに説明しましたが、えー、実はこの時、金家に反発した人がいました。はい。ということで、金家の制裁次男の道兼が、 え父上の今日あるは私の働きがあってこそ何故兄上にというふうに、え道金は金家の決定に意を唱えました。というのも忘れちゃったよという人は過去の動画をご覧いただきたいんですけど、986年に起こったカンナの変と呼ばれるえ火山天皇を大尉に追い込んだ政変の立役者は道金でしたよね。 つまり、火山天皇が天皇を辞めて、一条天皇が即位し、そして一条天皇の外祖父である金家が摂政になれたというのは、まあ、道鐘の働きが大きかったので、道金は俺こそが後継者にふさわしいと考えていたわけですね。 はい。なんだけど、今までドラマで描かれてきたように、え金家の方は、まあ、この辺の話はあくまでもドラマの脚本なんですけど、え道金がかつて人を殺めたっていうこともあってえ、金家は道金のことを汚れ役として認識しています。はい。ということで、道金が俺が後継者にふさわしいみたいなことを言ったときにえ、金家は黙れお前のような人殺しに一族の長が務まると思うかと言いました。 はい。それで、えー、道金は激怒し、えー、父の金家に対して、この老いぼれがとっとと死ねと言ってその場を去りました。はい。こうして、父の後継者になれなかった道金は、えー、どうやら自暴自棄に陥ってしまったようで、えー、その後道金は、父の喪中にもかかわらず、女性を集めては、えー、酒に溺れる日々を送るようになりました。はい。ちなみに、前回の放送で描かれていたように、 この頃、道金には妻も娘もいたんですけど、ただこういう自堕落な生活を送っていたのでえ、そんな夫に愛想をつかした妻の藤原の子は娘と共に屋敷を去ってしまいました。はい。こうして道金はえ、父の後継者になれないばかりか、妻も子供も失ってしまうのであった、という話が描かれるようです。はい。ちなみにこの辺の話は完全にドラマのオリジナルストーリーってわけではなくて、 え実際に、道金は、あの、金家が後継者は長男の道隆だと決めたときにえ、お父さんに反抗したということと、喪中にもかかわらず、勇教にふけっていたという話が、大鏡という資料に記載されています。はい。なんだけど、一応言うと、大鏡っていうのは歴史物語ですので、まあ、どこまで本当かどうかは怪しいです。はい。ということで、まあ、実際にこういうことがあったのかわかりませんが、まあ、今回の大河ドラマでは、大鏡の え、記載を参考にこういうストーリーを作ったということになります。はい。こうして道金は後継者になれず、さらに妻も娘も失ってしまったわけですけど、えただ一応断っておくと、本当は大河ドラマに登場していないだけで、えー、道金には茂子以外の妻もいたし、その妻との間に子供もいます。 なんなら、しげこじゃない、そっちの妻の方が着彩だと考えられているので、まあ、そのしげこが去ってしまったからといって、道金ねが完全に一人きりになったわけではありません。はい。なんだけど、多分僕の予想も含んでるんですけど、まあ、大河ドラマでは、その道金ねの孤独というか、絶望というか、まあ、そういうのを強調するために、まあ、しげこと娘が去ったことで、みちねは完全に一人きりになったというふうに描くんじゃないかなと思います。 はい。なんだけど、実際には、茂子の他に着彩がいたわけですね。はい。ということで、え今週中に一本、その辺がわかる動画、え道ねの妻について解説する動画を投稿する予定なので、え興味があるよという方は、よければ、こちらの動画も合わせてご覧ください。はい。以上で、鉄棒の藤原の道ねの話は終わりです。続いて最後の話、真宙と気境関連の話をしていきます。 えつまり、後の紫式部と聖小納言に関するお話ですね、をしていきます。えまず動画の前半で話したようにえ、第14回の放送で藤原の道高政権がスタートするわけですけど、えその道高の妻の高階の高子は、これち下の妻選びのために和歌の会を開こうと考え、和歌の会を開きます。はい、そして高子は、 えー、まひろとききは、まあ、身分が低いので、これ地下の妻候補っていうわけではなかったんですけど、まあ、二人ともお父さんが和歌の名人ですので、えー、そういうこともあって、座に教を添えるために、まひろとききを和歌の会に招きました。はい。で、どうやらガイドブックによると、まあ、和歌の会は特に大きな事件とかも起こらず、普通に終わるようです。はい。そして和歌の会が終わった後、ききは、 志を持たず、己を磨かず、退屈な暮らしと気づく記録もないような姫たちというふうに、えー、和歌の会に参加している姫たちのことを評価し、ああいう人たちのことを私は嫌いだわというふうに、まひろに言いました。はい。まあ、ここら辺の気境の性格は、あの、枕の宗師から伝わってくる聖小納言の、まあ、結構毒舌なね、感じの性格が反映されたキャラクターとなっていますよね。はい。ということで、ま、気境はまひろにそのように言った上に、さらに、 私は宮中に女房として出資したいの。そのために夫を捨て、息子も夫に委ねるつもり。というふうに言いました。はい。で、実際に聖小納言が、まあ、宮中に女房として出資するために夫と離婚したのかどうかはわかりませんが、まあ、事実としてこの辺の話は次回描かれるんですけど、聖小納言は翌年991年頃に夫と離婚し、そして993年頃に女房として藤原の貞子に仕えています。 はい。ということで、気境は未来に向かって歩み始めようとしているわけですけど、えそういう話を聞いたマヒロは心の中で、気境はすごいと思うと同時に、でも私にはそこまでの情熱はないと感じていました。はい。ではなぜ私にはそこまでの情熱はないと感じているのかというと、えその理由についてはガイドブックでは触れられていなかったので、想像するしかありません。 はい。ということで、どうなんでしょうかね。まあ、個人的に思ったのは、あの3年前、道長と別れた時に、えー、私は私らしく自分の生まれてきた意味を探してまいりますって言っていたわけですけど、まだこの道が私の生きる道だというふうに確信を持てるものは見つかってないっていうことなんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、この辺は僕の想像ですけど、おそらくそういう理由で、まあヒロ、ひろは、情熱はないと感じているのかなと思いました。 はい。ということで、まあ、この辺は未来に向かって歩もうとしている気境と、えー、未来に対して歩み出せずに、こう、停滞してしまっている真宙、みたいな感じで、えー、対比として描かれていますよね。はい。ということで、真宙は、えー、そこまでの情熱はないと感じているわけですけど、えー、なんだけど一応、前回の放送で、えー、民に文字を教えることで、民のことを救いたいというふうに真宙は感じていましたよね。はい。ということで、えー、第14回の放送でも、真宙は相変わらず、 えー、タネという少女に文字の読み書きを教えていました。はい。しかしある日、タネがマヒロに文字を教えてもらいに屋敷に通う予定だった日があったんですけど、えー、どういうわけかタネが屋敷に来ませんでした。でそれでマヒロの方がタネの家に行ってみると、えー、タネは両親と共に泥にまみれて畑仕事をしていました。そして、えー、タネの父親はマヒロに 一生畑を耕して死ぬ娘に文字などいらない。俺らあんたらおら型の慰み者じゃねえ。というふうに言いました。はい。そしてこう言われてしまったまひろは、えー、返す言葉もありませんでした。はい。以上で今回の動画は終わりです。えちょっと解説の都合上、ガイドブックに載っているあらすじのね、え順番とは若干入れ替えたりしながらお話をしたのでえ、第14回の放送がこの場面で終わるってわけではないんですけど、 まあ大体第14回の放送で今回の動画で説明したような内容が描かれます。はい。ということで今回の動画は以上で終わりです。いかがでしたでしょうかまあこの頃の真広はね、お父さんがずっと無感状態ということで、まあ、停滞している感じで描かれてますよね。で実際この頃紫式部が何をやっていたのかっていうのはほとんど分かっていないんですけど、まあそんな感じでこう人生のね、生きる意味を探すのに、 こう時間がかかって停滞してしまっている真宙が、今後最高権力者になっていく道長とどのように絡んでいくのか、そしてどのように紫式部になっていくのか、すごい楽しみなところですよね。はい。というところで今回の動画は以上で終わりです。えー、動画内で説明したように、今週中に一本道金の妻について解説する動画を投稿する予定なので、良ければこちらの動画も合わせてご覧ください。 はい。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録や高評価で応援をお願いします。はい。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。